まだね、食べ終わってないの時間なくて半分だけ食べてちょっととってもお行儀が悪くて申し訳ないんだけどでもほんとお腹がいっぱいでだからもンちゃん今日食べれないかもしれないレベル <laughs> えシャチモナカのやつめちゃうまいんですけどこれ食レポさせていただくんですけどあのまず上にキャラメルっぽいクリームがねあソースがのってるんですけどそれがめちゃくちゃおいしい。 しなんかザクザクのナッツみたいななんかそ,そっち系のが入っ <laughs> あってそれもうまいしなん中にめちゃくちゃフルーツ入ってるんですよりんごとかぶどうとかそれが結構ねアクセントになっておいしいなって思いました中は紅茶のクリームなんですけど、まあ、紅茶のクリームってなかなか食べる機会もないのでやっぱ新鮮だなって思ったんですけど結構がっつり甘いので飲み物は中坂今日塩バニラ 塩バニララテを飲むんですけど塩バニララテとかじゃなくてフルーツソーダ系とかそっちのなんかマジでタイプ別なタイプのドリンクを飲みながら食べることをおすすめしますでもあんことかわらび餅とか乗っててすごい和菓子感強めのシャチモナカ美味しかったですということでシャチモナカラモード食べてねえお誕生日にのんか言ったのおめでとう。 本日、本日、誕生日です。なんで誕生日なんで新規契約しますということで、おめでとう !Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, に i a h u h a p p y birthday to you! お誕生日おめでとうございます すごいめっちゃね中坂みゆちゃんと契約結びたそうなコメントすごく光栄ですありがとうございますやっぱ中坂みゆちゃんと契約を結んで生涯を共にしていただきたいなと思うんですけれどもやっぱ中坂みゆちゃんの可愛さにねハマりつつあるあなたにはですね中坂みゆちゃん毎日眼球に入れるのプレゼントしたいと思います。 もう毎日中坂美優ちゃんのことを目に焼き付けて生きてほしいなって思うのであの可愛い可愛くて中坂のお気に入りの画像をあのホーム画面にしてあの毎日私を眺めてくださいはいそしてえ中坂美優ちゃんと一生の人生を歩めた一生ホーム画面は中坂美優ちゃんでいきましょうお誕生日おめでとうハッピーバーーバスデー <laughs> でと。昨日の K. D. 発言はさすがに推しに似て素敵です。いや、なんか意外とでもちびっ子にまだ巡り合えてない。同い年か、1個したくらいの子しか、まだちょっと見つけられてない。<laughs> てか、めっちゃね、同い年が多い。ね。うん。 とっても同い年いっぱい巡り合いました推しメン見つけたねそれも推し編する宣言じゃん中坂みゆちゃん推しになったんじゃないのお風呂上がりじゃない今日ちゃんとメイクしてもらってるからやめて <laughs> インドネシアから見てくれてるのありがとう。 9月17日初中ちゃんしますトーク会あっじゃあいっぱいあの中坂ミューちゃんの愛を語りに来てください楽しみにしてますチュチュあ中1がいた中1にはまだ巡り会えてないですねあ中3の名古屋の子いた本当いやちょっとねー13歳でバブかったマジ 探させていただきたいと思います。その同い年の子もすごい可愛い子がいっぱいいたんですけど、いやちょっと今バブに飢えてるのでバブに会いたい。<laughs> 皆様めちゃくちゃ見てますね。それな、めっちゃ白状をしてくれてる自ら。 19日の昼からからら池田通なんです生きてますか生きてます今日会いましたよ池田になんかもう個人的にちょっとだけ気になったポイントがあるんですけどあのー、ねお名前が呼べるんですよねオーディション中だとこれちょっとよくわかんないんですけどいやわかんないわかんないいや大事、うん、なんか逆に呼べない方がめちゃくちゃ難しいのかもしれないんだけどうん、なんか不思議だよね え人数多いですねそうちょっとね中坂はなんかショールームのプロって感じんか自分はあのドラフト 3, 3期生の時にあのめちゃくちゃショールームをやっていたわけですよ普通にだからドラさんのオーディション中もしてたし候補生になってからもたくさんショールームをしてたので。 なんか吸気性の中だったらやっぱショールームのプロだろうなってあのー、思って生きてた <laughs> ちょっと生きてますねそうまだ入ってない、まあ、そうですよねあのー「そっちが何で呼べるんだ!」じゃなくて「あのこっちも呼べるようにしてほしいニャン!」って感じ。 あそうみんななんかすごい喋り慣れてましたねすごいですね永ちゃんドラさん受けたの知らなかったあ本当ですか実はねあの結構お猿さんみたいな顔だったんですよそうそっからねショールーマンになりましたけれども 今日も可愛いいやいっぱいいってあっダダンあずれえ,えなんかこれ全然当たらないんだねさっき当たったの奇跡じゃん今日のツイートにいいねありがとうなんか最近公演終わり結構たくさんの方に見つけてもらえる機会が多くてすごい嬉しいですねありがとうございますねっ なんかちょっと今めちちちゃゃくやるる気に満ち溢れてるんですよもう今日のお仕事がとてもなんか自分にとっていいお仕事だったというかなんかもうすごい素敵な時間を過ごさせていただいてその感動してるので今やる気に満ちあふれてるからちょっと今日めちゃくちゃおもろいこと言えそう。よし。自分は将来必ず美人さんになると当時からコメントしてました。美人さんになった こちらは当たたりって出てたよえみー今外れだったそんなことあるんですねボールームでいきなりパリオ,始まパリオから始まって条件反射で星投げたら壇上から降りられなくなった <laughs> あるあるですねまあちらほら見かけましたけど別にそんな気になってないから大丈夫大丈夫 大喜はしません <laughs> ポジティブな日ですねでもなんかなんか中坂って結構ポジティブ人間らしいポジティブ人間な自覚はあるけどめっちゃポジティブ人間らしい「29日ついに A 列ですはずい」「はずくないよ楽しもうや」 ポポジジテティィブブエエピピある、えー、ポジティブエピでも中坂さん基本的に怒られるのが好きなタイプなんですけどポジティブポイント。<laughs> あの怒られてるってあの自分にとってプラスでしかないと思ってて。あの もちろん褒めていただくこともすごく嬉しいですけれども怒られてるってこう自分のできていないところとか自分の良くなかった怒られるっていうかまあ注意をされるとかアドバイスをいただくって言葉はすごく自分にとって有意義だと思っているのであのー、まあ怒られてもいいからとりあえず自分が今できることを精一杯やった上で怒られるっていうのがあのやっぱすごい自分にとって大切かなって思ってるのでいやーとってもね、あのー、怒られ怒られたり注意されたりするのが。 ド M です <laughs> はいあんな先生に怒られるっていうことは私の人生にとってプラスでしかない素敵な1ヶ月だったと思うので私的にはこの1ヶ月が今後なくなってしまうっていうのがすごく寂しかったですしまたねこう今の陳名巣を見て、まあんな先生がどう思うかわからないけど怒られても、まあ、怒られるようなこと えと今であるってことが問題なんですけれども怒られてもやっぱそれはあんな先生からの愛のある指導だと思っていますのでとてもいい時間だと私は思いますしなんか怒られてしょぼんとはならないですね怒られたから次怒られないためにどうしていくかっていうのを考えるっていうのがすごく好きな時間です。はい、親に怒られるのは嫌いですよだって親は理不尽なことで怒ってくるから。 なんか私のためにならないことで怒ってくるときは嫌いです <laughs> 私のためになる怒られもあるけどなんかたまに本当に意味わかんない理不尽とかで怒られることきもあるのでそれはちょっと嫌ですね <laughs> その考えも理不尽。 確かにそうですねポジティブエピカ何があるかなでも全然ポジティブじゃないんですけど結構最近のこれ悩みなんですけどあの分かんないファンの皆さんがどう思ってる見てファンの皆さんから見てどう思うかわ分からないんですけどなんか劇場公演をしている私ってあのすごい客観的に見て結構楽しくなさそうなんだって顔が。 <laughs> ねあのこれ結構のの悩みなのあの私の中で心から楽しんでいるのに顔が楽しくなさそうって見えてしまうっていうすごい悩みがあってあのすごい困ってますなんか結構私の中ではもう満遍の笑み超楽しい笑顔なんだけどあのう楽しくなさそうだよって言われることがあってすごい悩みですねこれは。<laughs> ね難しい。 わーいハム11連敗だーって喜ばんないねほ <laughs> んとか意外とそう見,見えたりするらしい難しいですね誰かに言われたの誰かに言われたのっていうか自分で客観的に見ててもやっぱ気になることではありますよねなんか笑顔が不自然 <laughs> はい 曲にもよるんでしょうか「マイドリームは」は私お姉さん座りみたいな座り方が本当にできないのねもう体の硬さとあのもういろいろ相まって本当にできなくてなのにあのー、できない方で座ってしまったがためにすごいなんかこ <laughs> <laughs> んな感じだった。そう ひめたんのやる気がすごかった気がするひめたんはもうめちゃくちゃすごいですよ新コイ始まってからなんかエネルギーがすごいひめたんの私も頑張ろうって思いますなんかポジションが変わってすごく感じるのは青海の横にいるとめっちゃ頑張れるってことなんですけどあのー ありがたいことにポジションが変わってからこう青海さんのそばまあ、青海さんのそばって言うとま結構前の方だったりするんですけど青海さんのそばで踊らせていただくことがすごく増えたんですねまあ、特にサーフの最近とかはもう青海の真横でずっと踊ってるんですけどあの青海の真横にいるとめちゃくちゃエネルギーを感じるというかなんか青海がこんなにやってるから私もめっちゃ頑張らないといけないと思ってなんかすごいいい刺激をもらってますとっても 自分ではめちゃくちゃ楽しんでるのにあんまり楽しくなさそうって言われたことありますえや一緒一緒わかるわかる <laughs> 素敵なことやんそう青見さんへの LINE って既読ついて,んついてないと思います同期でいい刺激だね、まあ、同期は基本的にいい刺激ばっかもくれますよね一緒にいるとはい なかちゃんブルーベリーは一応最初から踊れるの踊れない踊れないこう最初のやつ無理ドゥンドゥンドゥンドゥみたいな無理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 ,無理みたいな感じです青海さんって、ま、目を引くよね青海さん目引きますねなんか青海のやっぱパフォーマンスをこんなに近くで見てたことマジでなくて青海さんの真横で踊る機会なんて私生まれてからマジな全然なかったからなんかこれをすごい今 今更ですけど4年半経って今更ですけどすごく間近で感じられているっていうことがすごくいいことだなって思うしすごい青海さん青海さんもね結構怪我とかも続いたりしてるタイプじゃないですか,か無理してほしくないけどこう青海さんがこんだけ頑張ってるっていうところをこう近くで見てあのー、青海が頑張ってるから頑張ろうではないですけれどもこう青海からいい刺激をもらってもっともっとやっていこうっていうすごい高めていけるっていうことがすごいいいことだなって思います 5割とか安定してる時なかちゃんよくザザザッと上手から下手まで流し目を客席に巻いてるきょき極力ねあの止まっているところとかはさ皆さんのこと見られます見ることができますから見ていこうっていうあの気持ちではいますよね特にあのータンポジになってからはマジで上手にしか行く機会がなくて下手がマジでないんですよね何の時にいるかな友達とか <laughs> 思い浮かわんない青春グローイングぐらいかなしかないから。 そう極力こう皆さんと目が合わせられるように頑張ってはいるつもりですそうそんな感じながちゃんの歌うてるとこ好きああ嬉しいそういう言葉がねやっぱ頑張る励みになりますからね 1> 1年経ってポジションが変わるのもまた新鮮でいいかもねでもあのこの新しいポジションを頂けるっていうことは全然当たり前のことじゃなくて、あのー、もちろん前に行きたいって思ってるメンバーってたくさんいるだろうからその中でやっぱ中澤を選んでいただけたっていうことはやっぱ責任を持たなければならないと思うので、まあ、次3回目なんですけど3回目こそは完璧にしてね。 でまあ、今までも別にあの練習を怠ってきたわけではないですけれどもやっぱりどうしてもやっぱ自分のポジションが降ってくるんですよ、ね、ふとした瞬間に少しでも今は気を抜いてしまうと自分のポジションが全部戻ってくるのであの気を抜いてるわけじゃないんですただこうファンの方とかにこう手を振ったりさこう目を上げて目を合わせたりするともう一気に自分になっちゃうんですよだからもうこうね気を緩められないというかね <laughs> 頑張りたいと思います。 <laughs> 既読するように言わなくて全然大丈夫ですよ <laughs> いつものことなんで今日ピオスとテキ取ってきましただって今どうだったみんなでさピオスに何か押し花みたいな送ろうやって話してたからもう終わってた <laughs> 目を合わさないようにいや目は合わせてほしい <laughs> 見てほしいんだけど こっっちも結構頑張ってる今余裕を持てるように頑張ってるので <laughs> 頑張ってるんだなって思っていただけたら嬉しい衣装が変変わると気持ちに変化はありましたい、まあ。昨日はいろいろあって衣装の色がね結構違ったと思うんですけど衣装が変わるとやっぱ早着替えがねすごく難しくなってしまうなっていうのはすごい昨日実感したなって思います。 中坂もあの中坂はもう青になったのが3回目か4回目とかなんですけど毎回ピオスさんの衣装なんですけどあのピオスさんの衣装はなんかすね文句とかじゃなくて多分自分の衣装が着慣れてるし脱ぎ慣れてるからこそすごく感じるんだけどあのピオスさんの衣装本当に脱ぎにくくてあの昨日危なかったそう。 危なかっった <laughs> 脱ぎにくいとかかああるるのめっちゃあるなんか中坂の衣装はここの腰のねボタンをパッて外したらもうここから全部ブチブチブチって取れる衣装なんだけど <laughs> ピオスさんの衣装はスカートと上がバラバラになってるからこっちを外しても上は外れないのだからこっち外して上外して脱がないと脱げないんだよね。だからすごく 難しいなって思いました中坂の衣装はくるみんが着てました <laughs> そうヤ<やん> <laughs> 仕組みから違うのかかんないですけど他の衣装着たことないからわかんないけど「主事情で29日青白オレンジ触れません」ということ全然いいよ ユニットとかたまに着替えば着替えば気が向いたらチ <laughs> ェロップのニヤニヤは何だったのみんなどうせ十二期のところ行ってるんやろニヤニヤですパツパツで脱ぎにくいってわけではないから <laughs> パツパツじゃないし <laughs> つぼみの衣装の方がきつい なんでみんなの衣装が変わったんだろう。あ気づかないですか。エスコエンって青か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 ってこう順番になってるんですよ。だからこうまあ昨日みたいにね一部出演のメンバーがいるとこう青赤の原理が抜けてしまうから綺麗になるように衣装さんが全部調整してくれてるんです。そう。そうなんですよ。 よかったら定点見てみてみくださいめっちゃ綺麗になってるからそうなんですジューズになるのって一瞬じゃんその一瞬にすごいこだわってるんですよ愛を君にははい そうなんですよつぼみのピンクは着ることないのまあほぼないと思いますねめっちゃ内縁がピンク急に嫌になったとかがない限りないかな、うんまあ、黄色気に入ってるんで <laughs> 黄色バか着てますけど そうね、も,もうぶっちゃけナイアンのピンクめっちゃ似合ってるんですけどどう思いますみんなめっちゃ似合ってないナアイアンピンクっずっと着てほしいもん1921ありがとうございましたこちらこそありがとう愛花ちゃんに決められた月間目標はできそうですか いやわかんないだってさいきなり中坂がうるさくなったら楽屋でね「中坂どうした?」ってなりそうじゃんやっぱ怖いねあとはこううるさくするやっぱ概念が難しいなって思いますナエンのはい研究生ですの声可愛くてつぼみに合ってるねそうナやン可愛いんですよ とりあえずかくれんぼしたら <laughs> とりあえずかくれんぼするエンズぼみ慣れたかなまあでも慣れてきてはいるんじゃないですかね早く昇格、あのー、できたらいいなと思いますね何円が <laughs> エンジンジって重要なんかえめちゃくちゃゃく重要ですよなんで重要かっていうかどれだけ重要かっていうとえ初日からマジ 飛ばしたことないマジで毎回全員やってたもうどんだけこう時間がなくても絶対に3人で集まってこのエンジンだけはしてたので1年だから頑張ってくださいな、ね、忘れないでください。 見送りでブラウンさんに挨拶してたら西井さんと板幹に爆笑されたいつもね扉の前に立ってますからねでもここ最近いなかったよね久しぶりに私もあの会いました鉄ナで「<laughs> リク藻はつぼみ組で出たいですか?」。 まあ、ランクインできたらすごい嬉しいなとは思いますけれどもまあ皆さんにこの曲に投票してほしいっていうのはちょっとあんまりないかなって感じみんなが見たい曲をあの投票してほしいなって思います、えー、認めよう富田千雀のソロかっこよかった、まあ、あれはいろいろあった <laughs> まあ一回限りだと思ってください <laughs> もしかしたら中坂がいないバージョンもあるかもしれないそういうことです なんちゃん元気かなハッピーバーーバスデー元気だといいですねうん JK を満喫してそう <laughs> 昨日はたくさんの人にありがとうあこちらこそありがとうございますパリオだったらパリオ選抜が出るわけではまあ、そういうことですかねピ <laughs> オス部屋って今どうなってるのなんか最近青海さんが使ってて <laughs> 青梅さんと多分先輩かの誰かが使ってる感じがしますめんちゃんも JK やんそう夏休みは来週からです来週一日学校行ったらでも夏休み入って2日後に2日後違う三3日後か3日後に登校日 <laughs> 同いですね石橋いぶきちゃんも誕生日よねだって あ見ましたインスタでねかわいいさ制服の投稿してた夏休み早起きできそうで,できる限りしたくはないよねソファーすいたのかソファーは今ギュンギュンです今ゆうゆさんときみちゃんとひめたんと私で使ってるからえ結構ギュンギュン <laughs> え昨日のディベート MC 見てないんだよねまだちょっとねっと見れてない 全然なんか遊びの予定も何も意外と休みないかもしれないって今ちょっとドキドキしてる中 <laughs> <laughs> ちゃん怒らすと怖い中ちゃん怒,ら怒ったことないんだけどピアスにどういうことだよ中坂さやずキょッピーの4人でお出かけできたのえできてないできてないでもあのこの辺で行こうっていう話はしてる <laughs> 12期候補生が勉強で見てるんちゃうアドバイスありますか？<laughs> 勉強しに来ないでしょ。このルーム <laughs> アドバイスでも楽しくおしゃべりできたらいいと思いますね。やっぱショールームをすると、めちゃくちゃ頭の回転があの速くなるなっていうのと、即興で喋る力マジでつくからおすすめ。<laughs> なんか生誕とか無双できます。なんかあのこういうこと喋ろうくらい考えたらば意外となんか何でも出てきます。 力は向上しそうよねするするするなんか一つの話題で話を膨らませる能力っていうのが備わる気がします中ちゃん怒ったらガムシモードとかに入りそうな、まあ、中坂は結構静かにキレるタイプですね <laughs> 中坂ルーム最強よありがとうございます 生誕スピーチは素晴らしすぎた。ありがとう。ジャンボウチは、ジャンボウチはなんかメンバーももらえるらしいんだけどさ、どうしよう、結構。お家にあっても困るかもしれない <laughs>。ジャンボウチはお家にあったらどうしような。 あそれが一番怖いピオスのバイトしてた話は聞いたピオスのバイトしてた話過去系なのピオスえ <laughs> <laughs> 記念に欲しくないの記念にかちょっと渋め <laughs> いやもちろん記念も大事ですけどやっぱ場所を取りますしちょっと恥ずかしいその自分の顔面とさその毎日ご対面してもねいや逆に愛着湧いてくるかな玄関とかに吊るしておこうかな行ってきまーすちゅとかやって毎日出かけようかなか <laughs> こ芸なんだ、ね、全然詳しくは知らないですなんか全然ピュースやめてから何してるか知らないもん みおまるさんが12期オーディションをパトロールしてますだってみおまるさん中坂ルームも,もう来てよ <laughs> あのエピオスさんのイベントの写真で上がってましたね魔毛けですか魔毛けじゃないです <laughs> ライン LINE するぐらいもも今今日日はもうなんか遊ぼうよあ今日は あのこう一緒のお仕事をしてたメンバーとあのみんなで動画を撮って「ピオス今日のファミ頑張ってね」みたいな <laughs> 動画を撮って送ったんですけどまあそっからちょっと LINE しててなんか「会いたい」って結構最近会ったばっかりな気がするんですけど「会いたい」って来てあ「あ会おうや」みたいなでも多数一か月前と最後に会ったの「会おうや」みたいな感じです <laughs>。 素晴らしい眉毛かいいかも眉毛とか言うとよくないよ <laughs> 一番待ってんじゃないピアスさんにそうそんな感じですですです めっちゃ無意識に配信してたけど今日 T シャツ「夢の国だやばやば。<laughs> 映ってないよね多分「真夜けください」<laughs> あの「押し目を眉夜けにしないでください」<laughs>「あずあずあたりも大巡回スペシャルとかするんやろうかな」<laughs> まあ わからないですからね手形が魔よけって聞きましたあれは幸運を運び入れる魔よけではなくてですね招き猫みたいなそういうですドリームキャッチャー夢をつかみ取るあいいですね もうすぐ魔毛けが発売されるってメール来てたどういうことだよだから魔毛けって何魔毛けっていい感じにアレンジしないでしょ絶対もまさかの方がまだなんか喜んでくれそうだわでも持って帰るのもだいぶさ 大変だよねたんんののお父ささが千葉エリーさんのに出てましたあね見た見た中坂はあの <laughs> これ言っていいのか分かんないけど、ま、誰とかは言わないから言うけどあの中坂のファンの方が映り込んでるとか映り込んでないとかみたいな話を聞いたからあ中坂のファン探しに行こうって思って <laughs>。 あのー、見に行ったんですよ、エリーさんのねこの声かけて、見たショールーム,ショールームじゃ、YouTube 見てたんですけど、あのそしたら、姫田のパパが出てきて、マジびっくりした、知らなくて、姫田のパパが出てることね、そう、あのー、中坂ファンを見に行ったら、あひ、のー、姫田のパパが出てたみたいな感じでした。 すごいなって思いますねやっぱ心折れそうですもんねああいう企画って本当にすごいと思う実物は会ったことある姫太のパパえない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 同期の家族マジで誰一人顔知らないそんなことないか桃んのパパとママくらいしか知らない でもあの、まあ、仮に自分のお父さんがそういうのに出てたらあの結構こうブチ切れちゃうかも私なら <laughs> そう。ゲネで見てないのゲネで見かけたかもしれないけどこれがまるさんのご家族ですみたいな形であんまりご紹介されなかったからわからないんだよね。そうそう 怖い,怖い <laughs> はい中ちゃんのファンは出てたのあ出てました <laughs> ファンのこと見つけました見つけましたそう生誕祭とかで来てそうじゃんあー確かにあんまでも意識して見たことないか馬場 <laughs> 坂はちなみに来ないですね劇場公演とか。 なかったですけど。はい。読んでも来ない。読んでも来ないことはないですよ。なんか噂によると。なんか。ツアー見に来るとか、見に来ないとかみたい聞いたけど。そう。 にかんしてたりしてもう二かも聞かないですね劇場公演最後に見に来たのは芸ネーかな春ンは見に来てたらしいけどあおみさん目当てに行かない基本見に来たらあおみの話しかしないですねやっぱあおみしか勝たんみたいな感じうんもうあなたのあおみ愛はもうわかりましたみたいな感じですねでも あのすごい SKE4 で中坂の活動は結構見てくれてますね中坂さんの反抗期はいつ頃終わりそうですか反抗期って終わろうと思って終わるものじゃないんですよねもう私が大人になった時に終わるものだと思うのでやっぱ私が大人になるまで待っていただかないと無理かな焼いてる焼いてないですね青おめさんのファンの方そういうノリがいいってよく聞くのでぜひ混ぜてあげてください <laughs> 大人ちゃうん気づいたらやっぱこういうねキッズみたいな部分も出ててそこがギャップ萌えで可愛いいでしょ <laughs> みんなは中坂のそういうところが好きなんじゃないの アピあるキッズアピールですかへでもそんなね分かんないあんま子供っぽいところは見せてるつもりないメンバーとかに、うん、家族といてもね最近はやっぱ反抗期ですから強がって生きてますね。 学園で騒いでで学園で騒ぐのはちょっと結構ね何をね目的に騒げばいいかそれは分からないお歌どうしようお歌ねどうしようかな歌とこうかなうんおやすみで !OK <laughs> 学園でかくれんぼしてください学園でかくれんぼをしようってなるの 気持ちの変化が分からん。チームスでキッズは誰ですか？奈々子ちだと思います。うんよくやってます。うんうんよくやってます。<laughs> かわち 想像つきますよねめっちゃっうんならぬじゃんみたいな感じそうそんな感じですナーヤンとキミちゃんに結構べったりでもハチキセイさんにも結構べったりみたいな感じナーヤンが泣いてる違うナーヤンが泣いてるの泣いてるそっちの泣いてるじゃなくて口へんに鳥の方の泣いてるだと私は思ってます <laughs> ははこれは なえんの鳴き声です。<laughs> 誰が一番大人なの、いや、大人なのはやっぱちかさんだなって感じる部分多いですね。 キャッチチフレーーズにチーム、S、最年少を入れたらいやー入れないですよだって今更だしあの私がどれだけ最年少ぶっていったとしても私が出てる S 公演には絶対に私より年下が出てるわけですから、まあ、結果最年少なのか、まあ、チ TMS では最年少なんですけど S 公演で最年少になることは、まあ、今後ほとんどないと言っても過言ではないレベルじゃないですか他のねアンダーの子がね覚えてくれるまでは基本的にずっと私は最年少であることはないので。 ちょっと言うつもりはないですね <laughs> そう,うん11期かわいいよねくるみん固定なの今やっぱ S を覚えてくれてるのがくるみんしかいないのでくるみんがしばらくは多分出てくれると思うんですけど。 そうまあね新しく別の子が覚えてくれたらその時はその時だしあ、ね、ざアズが覚えても私は最年少になることないしこうリーナちゃんサックが覚えても私が最年少になることはないので基本ゆうねちゃんかキょッピーがこう出て,く出,て出るまでは私が最年少になることは、まあ、ほぼないみたいな感じ。<laughs> S, S 公園でやっぱ一緒に公園出るとめっちゃね好きになっちゃう。キャッピーもアザアズもめちゃくちゃ鉄ナ一緒に出てるし、クルミンは鉄ナになかなか出れてなかったけど、あのー、S 公園でねこう共演するようになってやっぱもうどん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 好きが増してます。兄期で一番大人なのはミンポン長坂ミュ。はい。 でもなんか喋り方がさすごい研究生でめっちゃ可愛い大好き大好きくるみんは青海さんと仲良さそうい,いえ私との方が仲いいです 喋り方が研究する。なんかフレッシュな喋り方してない？わかんない。今日はみたいな。そう可愛い,い本当に可愛い可愛い,い。アザアズが嫉妬してた？私アザアズ大好き。<laughs> アザアズもくるみも大好き。うん。 小鹿っぽいえ、わかるこう足がプルプルしてるタイプの小鹿っぽいですねわかりますでも踊るとこうバキバキ系なのでなんかおるーさんみたいな感じなんかふわふわと思いきや踊るとバキバキ系です授業 <laughs> つけられませんがつけられませんみんなと仲良くなりたいですひたすらに くるみに質問されることあるる質質問質問されることはないけど「ミーア出てください」って言われたんですよでもうくるみに言われたら出るしかないねって思いながら「もうもね出たい」って言ってんだけどなん全然なんかなんかなんか叶えてくれないの <laughs> めっちゃ言ってる <laughs>。<laughs> は甘えですかえー、厳しい。 かわい,いなんか今でも脳内再生できる <laughs> 出たらユニット何するのそんな決まってるじゃないですかダチョウのセンターに決まってるじゃないですか <laughs> <laughs> ちょっと難しいよやらせてくれない <laughs> ココイチはちょっと体が硬いからできないかもしれない踊れるんですよココイチはついに私ここまでやってきたちょっと振り返っても長い道私頑張ったんだ 偉いぞ何度諦めようと思うたかだけど歯を食いしばって乗り越えた自分にまた褒めてあげたいぜよくやったまさかこういう日が来るなんてね なんだか信じられないよね。まぶたの奥、じんじんと熱くなってきた。感激。ダチョウもできる。ダチョウは。増 <laughs> <laughs> 田さんポジしかできない。

「<laughs> いつも冗談ばかりいてみんなを煙巻いている恋愛感情」「別れないようにシリアスな状況を避けてとっておきの笑顔こう誰にも優しい」「ー泡美人がムカつくの」 ドゥ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 ,ドゥルルルわかっているのよあなたのシャイさと本性そうすべてバレてるわ嘘つきなダチョウはおなななななぉぉぉぉぉなぉぉぉなな本当のダチョウは なな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 私にとてらば私にとてらばということで終わります。でも思い出以上やったことあるんですよ唯一 WeAr でやったことあるのがあのユニットで思い出以上なんですよね意外ですよね。 しかも青海とやったんだよな青みとナイアンとやったんだよな個人的には結構エモいメンツなんですけどこのエモさ伝わりますか <laughs> 今日はちょっといっぱいね新しいギフトがあるので頑張っていきたいと思いますみんな今日もいっぱいありがとう、えー、いきますバレンタイン中坂さん食べてトトヨ杉さんねインボシルルルーさルビーチボールビーチボールビーチボール,ビーチボールネギトロさんかき氷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 ,かき氷,かき氷ウェーイ <laughs> あこれなんだろうねサ、ね、編ンハ言っていいのかな <laughs> えー、ガロウさんカップアイスクリーム、えー、12周年のおばさんかき氷、えー、ガロウさんわ何これこうダブルソフトクリーム <laughs>、えー、?12 周年のおばさんバニラソフトクリーム、えー、ロールケーキさんダブルソフトクリームシャンシャンさんかき氷ソフトクリームバニラソフトクリームヨゴニャンさんヨゴニャンニャンさんレインボーハムスターさん食べてルルンネコさん氷やばいめちゃくちゃギフト多いねやばーい ママさん、かき氷、オましシアンタララの音符、オンピ,ピピピさん、タラの音符、オンプトットイセゲさん、タラーの音符、オンプブブブグ,グブブブグブブブブブタさブブ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 ブルブブ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 ブソフトブブ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 さん、ブルル、えー、ラブブブブブブブルブ <laughs> <laughs> ダンスラスカーさんで、ね、インボーロロケーキさん食べて中坂さんミラーボールえーチカさんミックスソフトムギムギワンちャンさんかき氷ソフトクリーム風船ワンワンさんかき氷風船ワンワンさんミックスソフト無意識の色さんビーチボールワンワンさん氷チカさん氷風船ワンワンさん氷 <laughs> えーチアノゴさんハートハート水よさんにムブムブーサキさんで、ね、インボバツトバツ丸くんさんかき氷ソフトクリームカップアイスクリームふふふふ さんねインボシルルルルさんミックスソフト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 ミットワツ丸くクさん氷、ーリーカさんねインボチアノゴさんハートオーマシャンかき氷ソフトクリームアシラさんミックスソフトえーオーマシャンかき氷アシラさんかき氷ありがとうございます他にもギフトを投げてくださった皆さんありがとうございますイエーイありがとう ありがとうございますではランキングを読みランキングじゃない消えてたの読みます。 今日結構消えちゃってるかもごめんなさい。ハムスターさんかき氷バレンタイン中坂さんかき氷ハムスターさんソフトクリームバレンタイン中坂さんソフトクリーム夏休みさんかき氷ソフトクリームいちごさんかき氷千屋の子さん食べてリンゴさんかき氷かき氷ソフトクリームかき氷ソフトクリーム白の熊さんかき氷かき氷リンゴさんソフトクリーム芦田さんお疲れメロンメイドさんかき氷ランドセルラスカーさん SK のタコさんおばけさんかき氷ソフトクリームメロンメイドさんソフトクリーム中坂さんかき氷ソフトクリーム えー、ガロウさん、えー、あー、てれててててて、いや、長いな、ちょっとセンスのいい、ね、名前思い浮かばせたい。ガロウさん、くじ引きにゃんにゃん、えー、しるるるるさん、食べて食べて食べて、食べて食べて。バレンタイン中坂さん、食べて。 メガネさんかき氷シルルルーンさんかわいいかわいいかわいいとといさぎさんとといしゅるるるんさん結婚ステーシアさんかき氷ソフトクリーム中坂さんレインボええー、倉島さんかな倉島さんかき氷水よさりぎさんどうぞええー、ガロウさん食べてええー、中坂さんソフトクリームカッパさんどうぞ サッカーラスカーさん、かき氷、ビキニ豚さん、ソフトクリーム、サッカーラスカーさん、ソフトクリーム、イチゴさん、ソフトクリーム、チアナゴさん、食べて、えー、夏休みさん、イスのタコさん、シャオさん、イスのタコさん、えー、リラックマキミちゃんさん、かき氷、ソフトクリーム、シロノクマさん、ソフトクリーム、限界カセギさん、かわいい結婚して、シルルルルンさん、どうぞどうぞどうぞ,どうぞ、横 <laughs> にゃんにゃんさん、レインボー、レインボー、レインボー、くるみんさん、ソフトクリーム、かき氷、横にゃんにゃんさん、かき氷、ソフトクリーム、ジンベエザメさん、どうぞ、トトイセギさん、かき氷、ソフトクリーム えー、バレンタイン中坂さん食べてとうとうあこの辺からるうのかなありがとうございますそしてねパリスさんありがとうかわいいとうといくまさんソフトクリームありがとうございます他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さん本当にありがとうございます結構消えちゃってるギフトがねすごい今日たくさんあって復活もできなかったので申し訳ないんですけれどもねえー、皆さんからのすごい今日もたくさん今日から始まった昨日から始まったギフトがすごいたくさん届いてすごいびっくりしています本当にありがとうございます それではランキング読みたいと思います。今日の中身73位は。デデデデンーンパリッ沼豚のふんさんです。ありがとうございます。そして惜しい皆さんもありがとうございます。こんばんは。今日もたくさんありがとうございます。では続きまして20位から読みます。 行きます行きます空気が抜けていく音がしましたね行きますせーのプリンアラモードさん黒猫さんチカさんクルミンさんスマッシュさんトラーさんリボンクロミーちゃんさんありがとうございますイエーイ初めてナジさんありがとう <laughs> そして20から10の皆さんもありがとうございます ありがとう。<laughs> では続きまして13位から見ます。13位、ありがとうございます。ジンベザメ、カブー。12位、ありがとうございます。ランズル・ラスカル、ルルルルルル11位、ありがとうございます。シャーン。12位、ありがとうございます。こんばんは。 9いんふんさんありがとうございますえしきにでてきた元気娘八す8んふさんありがとうございますワんワんわえ7位んんふお名前が戻ってるじゃないかありがとうございますかとちゃんペペ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 

ブン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 そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥンダンサンです生のガロさんありがとうございますガロさんガロさんガロさんそして4 5 0 6人の皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございます。 ということで4506人の皆さん改めまして本当に見に来てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方星しギフトを投げてくださった方もありがとうございましたはいちょっと今日ワールドカップ日本戦初初めてのねワールドカップ初戦だったんですけどまだ見れてないんですけど5ゴールとか聞いて結構盛り上がってるのでまあちょっと4日間くらい見れないんですけどまたあの見れる時に見たいなって思いますそれでは終わりたいと思います せーの、バイちゃーじゃんけんポン、あっち向いてほい。今日の合言葉はアラーモードバイバーイ。皆さん明日は何時からがまた言います。バイバーイ。見てくれて今日もありがとう。え今日は絶対ブログもアメブロもあげます。バイバーイ。アラ。